化粧ルームやりまーすってお知らせしたので、みんな眠っちゃうかもみたいなツイートを見かけて、眠い方は寝てねさ、こんにちは。急いでお風呂入った？イエーイ、あーすごい、ハロウィン、ハッピーハロウィン、あーハロウィンだ。寝る前にちょうど始めた。お風呂はまだ入ってない。こんばんは、こんばんは。ねえ、寝れない。ご飯食べながら見ます。寝る前に見れてよかった。ご飯食べた？ご飯ね、食べて味噌汁飲んだと、今日はね、ちょっとのんびりショールームでもやろうかしらって思って、髪の毛も綺麗なのでのんびりショールームをしようかしらって思って見つけました。味噌汁だけじゃないよなんかナスのナス味噌炒めみたいなのとかと今日ずっと花ちゃんのこと考えてた。あら、考えてくれてたのかこんばんは。6新年のねコンサートが終わって、みんながねたくさん感想をね伝えてくださって、もう嬉しい限りです。ありがとうございます。どうですか皆さん、ラストノートたくさん聞いてくださってますか？今日もラストノート聞いた？一日聞いた？ラストノートしか聞いてない。女の子で初めて好きになったアイドルありがとうございます。なに SSA 近くに来てくれたのにペンライトの色違くてすいませんでした謝ってる沼ってる。いや、そのとしか聞いてません。花ちゃんの髪色めっちゃ可愛いって、なんて色でお願いすればいいのかな。今はね、まあ、元がね私めっちゃブリーチしてるのでベースが結構明るいんですね。まあベースが金髪なので、そこに今これは6周年のコンサート前に一回染めに行ったんですけど、その時はちょっと紫が入った明るめのブラウンで頼みましたね。 MV の時はちょっとアッシュっぽい、ちょっとオリーブっぽい感じの緑っぽいブラウン、まあ、ブラウンが強めかな、明るめのブラウンかな。テストやだ、テスト頑張れくしゃみ出そうラブロケやってくれて本当ありがとう。ラブロケ大好きだったね。両日やってくれて最高だった。嬉しいです、ありがとうございます。そうなんです、今回ねラブロケが2日間どっちも歌わせていただけて、もう埼玉スーパーアリーナの会場でラブロケ披露できて本当に嬉しかったです。皆さんが、私が最初のイントロでペンライトオレンジよろしくとか、埼玉をオレンジに染め上げろみたいな煽りをしたんですけど、ちゃんとオレンジって聞こえてるかなって思いながらちょっとはっきりめにね煽ってみました。そしたら皆さんがたくさんオレンジにね光らせてくださって、もうとっても嬉しかったです。あのネットのねニュース、ネットのスポーツニュース、スポーツ記事とかにあのラブロケの写真を載せてくださってるねスポーツ紙さんがあのいくつかあって、
保存しました。見た？みんな見たかな。なんかソロの写真もね載ってて、そう今日見つけてラブロケのソロの写真載ってるのを、みんなで6人みんなでね載ってるのは、そのコンサート当日が次の日に載ってたんですけど、ソロの写真をね今日ね初めて見つけました。保存しました。で指原さんがあのオレンジペンライトの写真を撮ってくださってて、載せようかなどこかに。とワンハーフだったので、そう1サビ終わりの煽り、1サビ終わりの煽りをもう一丁いくぞ系にして見たんですけど、みんなコールしてくれたかなみんなコールできましたか、ね、ノーマルのねあのねタイガーファイヤー トラヒ人道繊維系のねミックスだから、みんな分かりやすいんじゃないかなって思って煽ったけど、みんなできた？ちゃんとコールできたかな。アーカイブ待ってる？アーカイブ出たらみんな見てくださいね。6周年参加できて本当に良かった。ありがとう。あ、ライブロケジャージ着てた人見かけた。ありがとうございます。オレンジペンライト宇宙船みたいだった。と今回ラブロケ後ろのねバックの映像も撮ったんですけど、その映像もすごいめっちゃみんな可愛く写っててよかったです。私も可愛く写ってたんじゃないでしょうかと見ました。ラブロケ大好き、ありがとう。探してみる？探してみて。あんな広い会場で、そうオレンジのペンライトね皆さんが照らしてくださって本当にありがたかったね。うん、ヒロインズめっちゃ良かった。もうヒロインズのねみんなのね盛り上がりもねすごかったですよ。もうみんなのコールがすごすぎてイヤモニ越しでめっちゃ聞こえました。めっちゃ聞こえた、めっちゃ聞こえてたよありがとうございます。あ、声枯れた、みんな声枯れたってツイートも結構してるの見かけた。大丈夫でしたか？私は結構元気ですよこんばんは、こんばんは。これめっちゃ楽しかった、嬉しい。アドレナリン出まくりできましたって、目の前に来た花ちゃんがこんにちはは、あ、飛んでちゃった。花ちゃんと同じように金髪に染めたみたいなコメント見たそしたら花ちゃんが金髪じゃないそうなの、私とお揃いにね金髪にね染めてくれた子とか結構たくさんいたんですけど、私がね突然茶髪になってね現れたから、みんな何の髪色にするのかなって気になりますね。え、待って、花ちゃんって160センチで A 型なの？せやでここ同級生9人連れてきてくれたの、すごい。ヒロインズのボルテージすごかった、オーケストラ良すぎたねえ。オーケストラ本当にすごかったですよね。もう嬉しかったですよ、オーケストラでできたの。そう、オーケストラでやるって最初ね、あの発表あの聞いた時はもうめっちゃ嬉しくて舞い上がりました。そのオーケストラさんが演奏してくださった音源が届いて、もう聞いたらもう夢の世界すぎてみたいな
楽しくなっちゃいましたもう一人で浮かれちゃいましたね。のイコールラブのもうきらめき、きらめきがキラキラですごかったです。もう祝祭もねもうもうレベルアップした祝祭になって、なんか世界観がより深まったというか、なんかこのねこのハロウィンの背景みたいな感じの世界観の祝祭に なったよ。なんかよりねすごかったですよね。さっきは何してたの？今日はねお仕事してたんだよと大谷でハナちゃんからレースもらえた、やったラブクリエイトも楽しかった。そうラブクリエイトちょっと久しぶりにやったのかな。ラブクリエイトそうなんです。インナーにオレンジ入れてよってルルン、今のハナちゃんと同じ色にしたいって、カルメビーチ1日目のハナちゃんセーラーヴィーナスみたいでめっちゃ可愛かった。あそう終わった後ねたくさん書いてありました。そうさっきツイッターに X にさっき X に載せたんですけれども、カメ子さんのお写真を、本当にカメ子さんの写真がもういっぱいいっぱいね皆さん撮ってくださって、あの検索でアットマークハナアンダーバーオーバーとオーバーハナでいっぱい検索して下から遡って一つずつ保存していきました。保存して何載せようってこうやってバランス考えて何載せようって誰がいいかな、笑顔の方がいいかな、あでもなんか済ませてた方がいいかしらみたいな悩みながら載せました。さっき花丸お化けっぽい、確かに花丸お化けっぽい。花丸お化けのラインスタンプみんなゲットしましたか？無料で配布してる花丸お化けスタンプ、まだ配布してんのかな。めっちゃ使ってます、花丸お化け。祝祭最高やった、トランペットよかった、すごかった、感激もんでしたねのステージに歩いていくのも良かった。そう2日目がポニーテールだったから、そのステージにねこうやってとことか歩いてったんですけど、画面モニター大きなモニターが本ステージについてたんですけど、その本ステージに映ってる自分背中すごいポニーテールが揺れてて、あちょっと可愛いなって思いながら歩きましたと、僕も仕事帰りで、ね、ラブクリーハナちゃんぐるんぐる回ってた、回ってたよ、ぐるんぐる回ってた。何してる時が一番楽しい、何してる時でもさっき宝塚のあのスカイステージっていう CS でやってるなんかディズニーチャンネルみたいな番組があるんですけど、宝塚の専門チャンネルがあるんですけど、それ見てあの盛り上がってましたと、本当に周年楽しすぎて今でも覚えてるし余韻が冷めないよって、嬉しいです。皆さんがねすごいその SNS でたくさん反応してくださるのがもうめっちゃ嬉しくてありがたいです。本当にありがとうございます。こんなに反応してくださるのは珍しい初めてなんじゃないかって思うぐらい、もう一つの投稿にたくさんのね反応をいただけて、もうとってもとっても嬉しいです。みんながねいっぱいたくさん褒めてくださってありがとうございます。どうですか、別人ですよね、あの自分でも誰だか分かんないですもん。どうですか、ちょっと立って見慣れましたか。私はちょっとまだ見慣れないですね、毎日が新鮮ですとゲットしたよってゲットしたよ、ゲットしたゲットしてる
何をゲットしたか私もさっき何言ったかも分かんないけど、何かをゲットしてくれた、何かをゲットしてくれた、何をゲットしてくれたんだろう、なんて言ったんだろう、私数分前の私記憶、あ、花丸お化けのスタンプ花丸お化けのスタンプだった、初イコラボ現場だったっけ、今までのオタク人生の中で一番楽しかった、ありゃ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 、見てキャバキャバ、花ちゃんか花丸もらえて、花丸祝祭初めて生で見れて嬉しかった、そうそうなんですよ、これも結構たくさん言われましたね、祝祭を初めてライブ会場で生で見れましたって嬉しかったですって、生で聞いてみたかったので、そうなんですよ、祝祭をね披露すること自体が結構久しぶりで、それこそ YouTube にこの間載ったどう考えても君ってイコラブのこと好きじゃん、去年のツアーの時に歌ってたんですけど、それからまあ1年ぐらい経った1年以上ぐらい経ったので、そうなんです、ちょっとね久しぶりに披露させていただけて嬉しかったです、ありがとうございます、イントロがね流れた瞬間皆さんがはーって盛り上がってくださったのがもうしっかり聞こえて嬉しかったです、ひとみちゃんも大バズり中ね、本当にすごいよね、もうだってめっちゃ可愛いもんね、すごいよめっちゃ可愛い、チュルン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 です、もうチュルンチュルンで可愛すぎる、ベイビーじゃん、チュルンチュルンベイビー、前髪もね可愛いよね、パッツンシースルーパッツン可愛いあ、茶髪ロングがウィッグなのかと思いました、そうだよね、みんな何が地毛なのかよく分かってないよね、みんな一体何がどうなってるのみたいな不思議な感じ、これが今の地毛というかもうエクステがついてるんですね、これエクステがついてます、地毛に、地毛がこれです、地毛これ次はこれなんですけど、これね、これにエクステがついてるって状態なので、こんな感じで、そうみんながね、なんか花ちゃん史上一番可愛いんじゃないかみたいな言ってくださってて、やったありがとうございますなんかちょっと面白かったのが、初めて私のことを可愛いって思った初めて大場さんのこと可愛いって思ったっていうコメントとかもちょくちょく見かけて、やったーって痛めちゃうぞはなちゃんのライブメイクも気になる？ラストノート200万書いた、すごい MV ドゥルルン、ロングの衝撃、ウィッグをねずっとつけてたんですけれども、そうなんです、気づきましたか皆さんビッグだーってな、ね、分かんないですよね、めっちゃ自然、エクステがでも一番かわいいよ、バンバン対面取りました、ありがとうございます、急いで伸ばしたのかと思った、めっちゃ伸びたな、すっごいけど本当にかわいい、一番かわいい、ひと
目見て声だったの初めて。プリンセス感がすごいね。お嬢様っぽいよね。とロングツインテールみたい。いっぱいできちゃうよ、いろんな髪型いっぱいできちゃう。絶対可愛いよ、一番可愛いよ、絶対可愛い絶対可愛いんだけど。大人、そうだね、大人っぽくなった。大人っぽいかも。髪長いとね、髪が長いと、あといいところ、髪長いとなんか顔が小さく見える気がする、気がする気がする、そう思わない顔がなんか小さく見える気がする、髪が長いとどう思いますと最近コラボハマったんですけど、話調子になってもいいですか。いや絶対かわいい。コメント早いね、コメント早いわ。コメントありがとう、いっぱいコメントしてくれて、いっぱい読みたいな。常にピクラポンやればできる、遊びに来てよって。あ、ウィッグ、ウィッグ気づいた話。あ、気づいた。ええ、あ、全く気づきませんでした。気づいてたけど触れなかった。めっちゃトゥルントゥルンだって思ったら気づかない、知らないふりをするのはオタクのお仕事。あ耳周りのね、遅れ毛がなんとなくって思った。まさかだった。ウィッグは熱くなかった。そんなにはね、熱くなかったかな。うんた ウィッグでジャンボリミッキーを踊ったんだねそうですよ、ウィッグでジャンボリミッキーを踊ったんですよ。ジャンボリミッキーの時、密かに心配してた？密かに心配してくれてたの？6周年生で見た時、かわいいって思った。今度サイン会、初めて緊張する。ストレートにしてもかわいい。ジャンボリミッキーの時は確かにちょっと飛んでいかないか心配だったかな。こんばんは、こんばんは。お団子ヘア、真ん中ストレートみたい。お兄さんかマシマシ。体調悪い、かわいすぎて体調悪い、心配や。もともと小さいんよ黒髪からずっと好きだよ。告白されちゃった。1万人気、あ、本当だ本当だね、ショールームが1万人行きそうなんですけどすごい珍しいですやったー。ブリーチしてみたいけど勇気が出ない。ブリーチしたらなんか気持ちが明るくなるからいいですよ。髪が明るいと気持ちが明るくなるのでおすすめです。あの、髪明るい強気モードに入れます。おすすめと、たくさんコメント思ってきてる。ストレート、あ、ずっとストレートおろしだなと思って。そうなんですよ、ずっとウィッグだったから、だったからね、そうアレンジができなかったんですよ、このウィッグ期間ね。でずっとストレートおろしにしてたんですけど、そう対面お話し会の前回の9月の末にやった対面お話し会の時もウィッグで、まあ結構髪型とか、そうお話し会の時とか結構変えてたりするので、その対面お話し会の時ウィッグで髪型、あのずっと同じだったんですけど、アクセサリーとか帽子とか、まあ、帽子とカチューシャで少しずつ少しずつ変えてました。と
ツーショット会当たった、ありがとうございます。またね、水曜日から受付が始まるのかな、ぜひぜひお待ちしてます。待ってます。ZOZO の時風強かったら、風強かったからもしかしたら飛んでっちゃうんじゃないかって心配してた。あ、そう、結構ね、あの、そう、マリーンズの時、野球のイベントの時結構不安だった。あの風が強くて、そう、アクセサリーがつけちゃダメだったんですよ、あの日で。それでアクセサリーつけられないから、なんかこの後ろのウィッグの毛が結構薄くて、私のボブだったから、ボブの毛が結構薄くて、なんか風吹かれて後ろ見えないから結構心配だったんですけど、なんかいい感じにヘアメイクさんと試行錯誤しながらいい感じにしてどうにかなりました。髪の明るさ、気持ちの明るさ。育成大変なことありますか？育成大変なことはシャンプーが大変かな。シャンプー、髪が長くなったから、上シャンプーして、下シャンプーして、でこうかき集めてみたいな。育成はシャンプーが一番大変かな。髪染めてからよく洗うようになった気がする。キアラちゃんも全然ツインテールしなかったしね。そうなんですよ、2人ともね、下ろしてましたね。ロングのがウィッグは自然なんだなって思いました。ピンク、キアラピンクのね、ロングのウィッグをつけてたんですけど、ロングのがちょっと自然じゃなかったですか。ボブより。1万人だ。花ちゃんとキャラちゃん、ウィッグの時お人形さんみたいだった。お人形さん。夜も初めて。ジュルーン。これね、次の対面の時は。まあいろいろヘアアレンジできるんですけど、まだこの髪の長さのアレンジしたのが、そう、この間のオンラインお話し会の時初めて自分でこの髪の長さになって、自分でこうアレンジした、アレンジ、あの髪の毛をきれいにしたんですけれども、コテ持ってなくて、コテのおすすめを教えてください。めちゃめちゃ可愛いです。おやすみ、おやすみ、おやすみ。行くって取れないもんなの？取れないですね。意外と全然ね、取れなかったです。初めてライブ行って花ちゃん目で追ってました。あ、ありがとうございます。こんな長い髪の毛をボブのウィッグどうやって収まるのか気になる。編み込み、めっちゃ三つ編みしてました。三つ編みのプロになったかもしれない。三つ編みしてこうやってまとめて、こうやってしてまとめてましたね。こんばんは。キャータンと区別がつかないってお母さんが言ってた。お母さんわかるよ。私もね、区別つかなかった最初。いやね、定点映像、そのダンスのリハーサルの映像とかを見てる時に、なんかふとした瞬間に、ま、金髪を目で追っ
ってるんですよ。目で追ってて、金髪目で追ってて、あれこんな立ち位置あったっけって、あなんか立ち位置確認しないとなって、あなんか間違えて追っちゃってたかもって思ってやってみてたら、あれキアラだったみたいなことが本当にめっちゃあったので、あの皆さん1日目初日登場してきて、突然今まで1年間金髪をみんな目で追いかけていたのに、突然見知らぬ髪型になって、あみんな追いかけられないかもって思いましたね。トリックオアトリート、トリックオアトリート。イコラブ、イコラブ現場行けてなかったっけ、行って本当によかった、ありがとう、来てくれて。シナモンとのツーショット可愛かった、あインスタにね載せました。インスタにあのピンクの衣装の亀子さんの写真も載せました。クレイツ一択、シャラミ久しぶりに来ました。ヘアビューロンしか勝たん、リファヘアビューロンクレイツ、その3択って感じするね。ヤーマンね、サロニア、いろいろ出てくる、悩みますね。花さんほんとすこ、花さんフルーツバスケット見に行った時、そう編み込みしてたんですけど、髪の毛全部バケハンの中に入れてて、もう完全になんかもう坊主坊主スタイルで、あの帽子に隠してたんですけど、まああれ乗せたら、まあ、みんなねあのざわついちゃったよね。絶対はるちゃん髪に色変えてんじゃんみたいなそう確信持たれちゃったあの写真でと、また女神かわいいって、ライブトイートね、分かりにくい。こんばんは、こんばんは。周年ライブ、はなちゃん応援したいっていう気持ち。こんばんは、こんばんは。2日目の自己紹介言ってたの、図星で言われて、そうなの。2日目の自己紹介で言ったの、みんな。もしかしたら私のことを見つけられてないんじゃないかと思って、ここはもう自分から言っていきますよっていうことで、自己紹介の方で2日目の私のことちゃんと見つけられてますかみたいな感じで言いましたしゃメンカラの衣装で助かった、そうなんですよ。メンカラの衣装ね、そう遠いところからでも推しメンがすぐ見つけられるようにっていうことでの、ね、おされさんが作ってくださいました。じゃらーん、心が花ちゃんでバイですうん、エクステ乾かすの大変じゃないですか。エクステね、意外とね乾かすの私はね全然平気だった。あのこっちがブリーチも多すぎてこっちすごい時間かかるんですよ。この上のね子たちが、上の髪の毛がすごい時間かかるので、まあ、それ、まあ、ずっとやってたから、こっちエクステめっちゃ時間かかるのかなって思ってたら、そんなかかんなかった。エクステのが乾きが早いですねなんならブリーチモスよりもと配当の時と
黒髪でお化粧変えたりしましたか？ハイトーンの時と眉毛、眉毛の色、眉毛の色かな眉毛の色、まあでも今も結構明るいんですけど、前はすごい黄色みたいな感じのアイシャドウ、黄色っぽいアイシャドウで描いて、ペンシル描いて、その上からめっちゃ白いアイシャドウを重ねて塗って、黄色っぽい眉マスカラとか使って、めっちゃ存在感をなくしてましたねでも結局眉毛はね、存在感がない方が可愛いので、薄い方が可愛いですねあ、花ちゃんのお話がめっちゃ行きたい、おいでおいで。髪型クマにしますか？クマにすると思うよ。目覚ましライブめっちゃ楽しみ。今週末目覚ましライブ広島行きます。楽しみです。ちゃんと見つけられてよ。ありがとう。マジ見つけにくくなった正直モノちゃん、イメチェンしたの考えてましたよ。ありがとうございます。MV で花ちゃん映った時歓声上がってた。嬉しい、ありがとうございます。みんな私のこと分かった？ MV 最初に映った瞬間、最初に映ったのがあのポニーテール、カラオケボックスに行って一人でポニーテールの横顔だったから、最初に映るシーンがね、自分がこれは多分最初パッて映って誰だか分かんないだろうなって思って、その後に自分の歌わりが来て、あのリップシーンがね抜かれるので、そこでみんな気づくかなって思いました。おやすみおやすみポイントめっちゃ可愛かった、ありがとう。ライブ楽しすぎて余韻が取れない、私も余韻に浸ってます。またね、大きなコンサートしたいなっていう気持ちです。こんばんは。ブリーチってやっぱり髪の毛乾かすの時間かかる。何分乾かしてるんだろう。30分以上はかかるかな。眉毛は毎日描いてる。アニバーサリーブックはまだ金髪の地毛です。あれ結構ね前に撮ったんですよ、実は結構前に撮った。ポニテめっちゃ好き、ポニテがすごい好評で嬉しいです。金の時の前マスカラは天使のマスカラっていうマスカラがあるんですけど、それのなんか黄色っぽいなんとかベージュみたいな、ロイヤルベージュみたいな、そんな感じの名前のベージュっぽいマスカラです。ウルリスね、使いました。私もこの間あの2パック2セットもらったので2セット使いました。ピンクと紫使いました。どっちもすごいいい匂いがしてサラサラになった。めっちゃ丁寧に溶かしたってうちは見てもらえるように、うちは嬉しい。いつもいっぱいねみんな用意してくれたり、可愛くデコレーションしてくれたりして嬉しいです。あのカラオケどこや、
どこでしょう。あのカラオケどこでしょう。頑張って見つけてねん。一人カラオケ、一人カラオケだよ。一人カラオケしてる。はなちゃん似てる人いたって思った。毎日ショールームやってください。リクエスト来た。毎日ショールームか、考えてみる。考えてみる。そう。魚水です、魚水。ヒヨン、頭が混乱した。ツアー神戸行きたいって。関東済みだけど。ツアーに、またしばらくちょっと先なんですけれども、ぜひぜひお待ちしております。ね、ツアーだとね、また髪型とかね、いっぱいできるから、なんか種類が、髪型の種類が増えて、楽しみが増えて、やったねん。MV の男にずっと怒ってました。怒ってる。怒ってる。ミンティア。常に思ってるけど、ライブ行った後が一番ライブ行きたいってなる。わかるわかるわかるよ。わかる。ブリーチシャンプー使ってるんですか。ブリーチシャンプー、ブリーチ用のシャンプー使ってます。ロイヤルベージュ、天使のマスカラのロイヤルベージュだそうです。ドゥクドゥン。でも黄色は私も使ってみたい。ダメージ、ダメージ黄色があってそう。あ、みんなピンクと紫だったんかな。あ、2つ、じゃあピンクと紫だったのか。うん、今からラストノートのうちわを作る。どんなうちわが見つけやすい？なんか文字大きめの方が見つけやすいかな。あの手作りうちわとかの場合だと、あの細かく書いてある、なんかなんとかしてって細かく書いてあるのよくよく見たらこうやって読めるんだけど、こうやってパッて瞬時に瞬時にこうやってシュッてなった時にパッて分かりやすいのは、なんか文字がすごい大きくドンって書いてる方が見つけやすいかな。なんか分かりやすい、なんかあのレスしてほしいレスの内容とかがみんな結構書いてあるんだけど、分かりやすいのだと、なんだろう、ハートの絵文字が書いてあるとか、ハートハートしてとかが結構分かりやすい気がする。初めてお話し会行くんだけど、何話したらいいのって緊張する。初めてのお話し会は、なんだろう、好きになってくれたきっかけとかを聞けたら嬉しいかな。普段一人カラオケとか行くの？たまに行きますよ、たまに。一人カラオケできない？一人カラオケなんか好きな歌歌えるから楽しいですよ。歯がかわいい、歯がかわいい。歯が
可愛い、いただきました。行けたら行く。行けたら行く。花ちゃんのおかげで宝塚に出会えたから感謝しかないの。宝塚にハマってる子がいる。北海道からツアー行きたいって。北海道今度行く。あれですよ、札幌コレクション、札幌コレクションで行きます。11月の前半にツアー行くよって待ってるよ。ドゥルルン、ミンディは何色好きですか？青、青が好き。レモンジンジャーいいよね。レモンジンジャー食べたことあるかな。どうやってやろう。金髪も茶髪もロングもショートも全部大好きです。ありがとう。紫シャンプー、あ、紫シャンプーは使ってないです。色が入りすぎちゃうもんで紫シャンプーは使ってないです。ヘアオイルなんだっけ、なんかミジャンセンみたいな、オレンジのミジャンセンで合ってるかな、なんかそんな感じのオレンジの使ってます。さっきさなつんが配信で花ちゃんとのハモリベタ褒めしてた。そうなんですよ、今回ですね、初ハモリ初ハモリなんですよ。そうサナツンと D メロのところでね、すごい大事なパートを任せていただけてとっても嬉しいです。そうなんです、サナツンが上で私が下のパートをね歌ってるんですけれども、そうちゃんと歌えるかなって、サナツンに釣られて釣られて高い気になっちゃないかなとか、結構ドキドキしてたんですけど、しっかりできました。よかった。と、こんばんは、こんばんは。この前対面の時頭真っ白になって最後何も喋れなかった。真っ白になるよね、わかる。一人カラオケは行けるけど焼肉は行けない。あ、確かに一人焼肉したことないかな、ないかも。焼肉はないな。ハリポタツアー行ってくる、楽しそう。好きになったきっかけは友達がデビューシングルのアーシャを送ってきて、花ちゃんに運命を感じたからだよ。運命運命を感じたの。対面何か聞けてなかった、笑顔で生きていきます。照れちゃって話せなさそうって。フルバーで綾柳翔様に魅了されてから心を話してくれないです。わかる。私も同じです。と、よし、今何時ですか？花ちゃんのこと最近好きになってます。てかもう好きです、ドキッ。ルン、あれだあれだ、声優の事務所がプロデュースしてるレモンジンジャー、喉にいいミンティアでしょ、食べたことあるわ。と、
最高ではハマり。そう、結構イコラブの楽曲でそのハモリパート、普通の楽曲でハモリパートを私担当することが結構多くって、実はあのレコーディングの時にね、レコーディングの時にハモリをレコーディングすることが結構多くって、私だいたい下ハモパートを歌うんですけど、サナツンが上ハモねパートを担当することが、まあ、楽曲によってそのハモリのメンバー変わるんですけど結構多いんですよ。だから今回はなんとその公式としてちゃんと歌ありとしてねハモリのパートがあるのでもう嬉しいですね。だからとてのなんかのパートで結構下ハモが入ってるとこがあるんですよ。なんだろう、聞いてみて。どっかしらになんかちょくちょく入ってます。と、あんちゃんが SSA のショコとのダンスベタ褒めしてた。本当？ダンスの振り入れの時なんか全然覚えられなくて、私振り覚えが本当に悪くて振り付けが全然覚えられなくて、あの覚えられないって思ってたんですけど、あのしっかり覚えてちょこと二人で練習していい感じにできたのではないでしょうか。緊張しました、ダンストラックめっちゃ緊張した、一番緊張したかもダンストラックが。この間お話がありがとう、ありがとう。もうハモリのところも歌えるようになった、早い。ライブでの花ちゃんめっちゃ歌うまくて感動した、ありがとうございます。一人ディズニーならよくする、オレンジの服が増えてます。一人まるまる何ならできる、一人まるまる、なんだろう、一人回転寿司、一人回転寿司はよくします。一人映画、一人映画もよくする。焼肉はね、いや私あ焼肉にあんまり興味がなくて焼肉に焼肉めっちゃ食べたいって言われたら別に焼肉かみたいな感じの人なのであんまり焼肉行かないんですけど、回転寿司は行きますね。綾柳翔さんのイオリオビアワイ、やばい。もう緊張しました、もう見に来てくださったんですよ、もう本当に嬉しくて、本当に嬉しかったです、もう嬉しくて嬉しくて、イオリが教えてくれて見に来るよって、埼玉スーパーアリーナのライブって、飛び上がってしまいました、本当に緊張しました、ドキドキしました。まさか自分が見ていた方が自分のライブを見に来てくださるなんて信じられないじゃないですか、もうドキドキでしたね。明日小テストあるのでカツ入れてください、頑張れ。
探します。ハモリまで気にして聞くこと少し ないから今度耳かっぽじって聞く。そうなんですよ、聞いてみて。いや、あんま分かんないと思う私もう自分で撮ってるけど、あれどこハモったかは忘れちゃいますね。へいとかでもだからとっては結構わかりやすいんですよ。そうそうなんですよかった。ラピッティ花ちゃんのこと好きになりました、ありがとう。ダンスロックのカメラワークかっこよかったね。かっこよかったです。あ、ラブクリエイトの衣装をイメージした服で行ったから歌ってくれて嬉しかったよ、かわいい。あのダンスは自分で考えてるの？あのダンスはね、あの考えてくださいます。あの今回はあのハルタンさんの HKT48 さんにいらっしゃったハルタンさんがダンストラックの振り付けは全部考えてくださいました。一人カフェ、一人カフェはよく行く。あ、お魚チーム、お魚チームだった。銀座、銀座の街をウィッグかぶって歩くのちょっと恥ずかしかったあ、高級なお寿司屋さんにウィッグかぶっていくのちょっと恥ずかしかったから実習だから応援してほしい、頑張れローソン頑張れって言ってください。ローソン頑張れ、バイト頑張れ。はなちゃんゲームとかやるの？最近あのなんかスマホゲーム、スマホのなんかパズル、数字をどんどん大きくしていくみたいなパズルゲームをちょっと前までずっとやってましたなんか無心になれるからずっと数字をでかくする、なんかなんだっけ、2000何みたいなパズルゲームなんですけど、でも2000何になったことない。1048止まり、同じ数字をどんどん重ねていって大きくしていくみたいな、全然2000にならない、下手なのかもしれない。あとマリオのスマホゲームを無課金でやってた。無課金だからあのちょっとしか進めないヒロインズのセリフ、ヒロインズのセリフどっちも良かった合唱とかでアルトとかバリトンとかの経験あったら自然にハモリ聞こえて聞こえやすくなる。へえ、やっぱ耳がね分かりやすくなってるんだ。眠くない？眠くないよセンスでぐるぐる回ってるの見てる側は感動するけど、回ってる側って怖くなかった？ちょっと怖かった。でも最初上がった時は感動しました。でもあのセンターステージ真ん中がホールケーキみたいに上がっていくの、わー、ライブコンサートだーって感じがして、もう嬉しかったですね。コンサートでした、完全にすごかった、本当嬉しかった。回りましたね、回転しました。
お寿司美味しかった、お寿司美味しかった、めっちゃ美味しかった、すごかった、人生で食べたお寿司の中で一番美味しかったです。お腹空いちゃった？そうなんですよ、かっこいいパートがね終わった後にあの突然のなんかバラエティーコーナーみたいな始まって美味しくいただきました。あ、2048、それだ、2048に全然ならない。2048にどうすればいいの？でコツって調べて、なんか右側で作るといいよって書いてあったから右側で作ってたんですけど、なんかどうにもならない瞬間が来る。難しい。髪色は何歳くらいから染めてはりますの？何歳くらいから、何歳かしら、高校卒業ぐらいかしら、じゃない、わかんない。高校卒業した後に染めたんじゃないかしら、多分そんな気がするわ。ドロップザナンバーってやつかな、同じゲームやってるって。アイラブゲーの時花ちゃんゲーム慣れてる風だなって思って、絶対慣れてない、絶対慣れてないよ。スイッチはあのね持ってないので、あの、ね、慣れてないです。でもマリオはね楽しいですよね、やると。新しいのやりたい私も。ふんふん、ふんふん、スイカゲーム好きかもねって、なんかスイカゲームの偽物、偽物のスイカゲーム、偽物のスイカゲームはなんかやりました。偽物のスイカゲームってなんやねんって。ドロップザナンバーとは違うのじゃ。昔キャンディークラッシュしてた、あ、そう、昔キャンディークラッシュしてた私。でるん、町作るのおすすめ、すごいいっぱいなんかおすすめある。明日は何するの？明日何するでしょう。最近美味しかった食べ物、最近美味しかった食べ物なんだろう。最近じゃがりこ、じゃがりこです。じゃがりこの細いの、細いのが出てそれね食べた。みんなでホールケーキって呼んでたの？そう、ホールケーキって呼んでた。そう、 AKB48 さんのライブとかで見てたそのホールケーキスタイル、もう感動しました。で本当に危ないから気をつけてってたくさん演出家の皆さんと指原さんにもたくさん言われたので、みんなで安全第一に気をつけました。花ちゃんは前髪はケープの黒いの使ってるの？そうだよ、黒いの使ってるよ、黒いの。あ、そう、前髪さ分けてるのと、今パッツンっぽい感じなんですけど、パッツンっぽいのと分けてるのどっちが好きですか？これ分かりそうだけど、あの1日目がウィッグ取って前髪全然切ってなかったからめっちゃ長かったんですよ。でアーシャは潜在写真はパッツンっぽい感じにしたんですけど、埼玉スーパーアリーナの1日目は流し前髪にして、2日目はパッツン
にしました。どっちのが好きですか？こんばんは。ステージからファンの顔って見えますか？見えますよ、もちろんさ、見えますとも。映画を彼に連れてったらハマってくれたの。まだね、映画やってるとこあるみたい。見に行ったっていうツイート見かける。ハッピークリニック楽しい。ハッピークリニック、神戸で何食べたい？神戸で何食べたい？宝塚牛乳のザラメヨーグルトが食べたい。宝塚牛乳のザラメヨーグルトが食べたいです。好きなおでんの具？大根。ドゥーン。安全第一、楽しみましょうこうってね、みんなで言ってた。いや、あ、パッツン、あ、パッツンが多い。今んとこパッツンが多いよ。パッツン好き。パッツン、パッツン、パッツン、あ、パッツン、あ、パッツンのが多い。あ、パッ、あ、両方好き。前髪分けて流してるのが推しです。でもバツンのが万人受け良さそうだ。泣き泣き、あ、前髪流してる、歯が泣いてる。圧倒的パッツンの高さで泣いてる。分けてる歯が。先生みんな立ち位置間違えずに立てるの本当にすごいなと思ってた。そう、ジャンキーズで踊ってる瞬間に回ってたので、あの、わけわかんなくなりました。あと、まあ、そう、ジャンキーズ、ジャンキーズでこの回ってから降りてきて、でこう花道に行くっていう構成があって、で私は今どこを向いてるのか分かんなくなったりしました。あれ、どっちだどっちだみたいな。大場さんが好きです。キャッ、あ、パッツンが多そう。分けてるのがいつものはーちゃんって感じがする。右分けてたから、ね、右の方が薄いんですよね。分けてる感じ。流し。どっちも好き。両方好きやな。どっちも？どっちもだって。最近薄いの、そう、薄いの、薄いの、薄い、薄くなっちゃった。自然と、自然、ナチュラルシースルーです。クローケープ前髪ペタンってなっちゃうんだけど、うまくつけるコツある？最初にね、アイロン通して形を作るんですよ。こうやってシースルーとかにしたい場合は、なんかバームとかでこうやって一本ずつ、一本ずつなんかいい感じの束感につけて、コームで溶かして形整えて、一旦この辺、この辺かけのでこれ確認、動くかな、動かないなって思って、この辺も軽くかけので、結構重ねちゃいますね。で横毛固め、横毛固めて、耳の横とかもかけて、こっちがどっか行っちゃった、かけて、かけますね。あ、いろいろ、みんないろいろ、歯、いろんな前髪の好きなのがあるということが
かりましたとさーん。じゃんじゃん。この前の周年で花ちゃんの笑顔に一目惚れしました。ありがとう。花ちゃんでもステージで振りが飛んじゃったりしますの？ありますの。飛んじゃったりしますよ。あのいつも絶対間違えないところとかを埼玉スーパーアリーナで間違えたりもしました。ここだけの話。こんばんは。おでんだった？神戸パンが美味しいんだ。あ、中華街ね。この前の宝塚クッキーはどこで食べれるの？あれはね、お土産でもらったんですけど、宝塚に行ったら買えるんじゃないでしょうか。おばさん好きです、ありがとう。今何時ですか？なんか気づいたらめっちゃ時間経ってそう。おでこだし。いくはなちゃん可愛すぎたからまた被ってほしいな。またいつか金髪が恋しくなった時、あ、ウルフのねウィッグも自分で買ったんですよ。ウルフも買ったので、ウルフのウィッグならあります、金髪の。だ、もう少し 1.5 万人、本当は。あ、49分。あ、意外ともう時間が経ってたね。何時までやるの？24時。タワーを投げてくださった方、え、何位までっているんだろう。何位までタワー投げてくれたのかな。私タワーめっちゃ貯めてるんですけど、本当はあの金髪のうちにタワー読む予定だったんですけど、あの声をガラガラにガラガラ、あの枯らして負傷して、それからウィッグ生活になりましてっていうのがあって、タワー貯金してます。タワーね、8本で1位の人2本投げてたよ。ありがとう。 8本っていうことは7位までってこと？読んでくれ。スライムが2個投げてくれたってこと？スライムかける2、ありがとう。2、サトシありがとう、ゲットだぜ。サトシ。3位、シゲトラありがとう。トラ。4位、ノブニー。2位ありがとう。のふに。5位、リンダ。リンリン、ありがとう。リンダ。6位、トーマありがとう。トーマ。7位、ジュンキありがとう。ジュンキ。え、何位までって言いました？今追加で投げたって言った。誰か投げたねって言ったでしょ。誰か投げたね。誰投げたん？あ、スイバンさんありがたい。スイバン。え、こちらの皆さんで、こちらの皆さんで会ってますでしょうか。あの、私投げたんですけど、僕投げたんですけど、あの書いてないんですけどって方が
いたら教えてくれると嬉しいです。ありがとうね。スクショしとこ、スクショします。タワーって何って、どうやって名前呼んでもらえるのって。これはね、なんかね、なんかギフトっていう、ギフトっていうのがあって、それね、ポイって、ちょっとお金がかかるんだけど、ギフトっていうのがあって、それを開けたら私がね、名前を呼んだりいろいろしたりするよっていうのだよ。スクショタイム、スクショタイム、スクショ、ハート、ピース、ハングだよ。とても可愛い、洋服も可愛い、スウェット、ピンクのスウェット。確実に名前呼んでもらうタワーの本数一本一本あーちゃんライブで来てくれて嬉しかったって、ありがとう。みんながね、たくさんこうやって愛を伝えてくれたり、楽しんでくれたり、たくさん褒めてくださったりして、私もここまで頑張ってきてよかったなって思います。忙しい中、長い時間配信してくれてありがとうって、本当にありがとうございます。スクショタイム可愛かった？体調悪くて辛いけど見て頑張れる、頑張ろう、ありがとう。あ、57分、あと3分だ。また来ます、またまたお会いしましょう。またゆっくりショールームしますね。髪乾かすの大変だったら読んでね。乾かしてもらおうかな。毎日携帯を見ながらこうやってブオーンって乾かして、右側から乾く、左側、あ、乾いてないって思って後から乾かす。楽しい時間ありがとうございました。すごい、みんなコメントしてくれてありがとう。コメント読まれてないよって多そう。待って、待ってないよって人多そう。左担当します。明日の仕事頑張れそうで忙しいの配信ありがとう。夜遅くまでありがとう、ありがとう、大好き、頑張って。はなまる、はなはな、ありがとうポーね、対面で会おうね、明日からも頑張れるよ、よく寝るのよって、分かった、こちらこそありがとう。読んで、読んだ。大好き、ありがとう。また明日、ありがとう、愛してるよ、会えて嬉しかった、会えて嬉しかった、いい夢見てな、広島楽しもうな、ありがとう、よく寝てね、会えるの本当楽しみ、てか大好き、聞けてよかった、おやすみ、毎日頑張る、生きる理由、次のショールームいつですか？いつやろう、いつ帰る。こんなにたくさんの方が見てくれて感動、本当にありがとう。またいつでもいいのね、配信楽しみに待ってるね。なんか悲しくなってきた。悲しくならないで、悲しくならないでいきましょう。でも明日火曜日か、ちょっと
としんどいね。火曜日頑張ろう。行かないで、ここにいるよ。私ここにいるよ。私ここだよ。やだー。あ、もうあとちょっと弱っちゃう。ね。毎日がみんながハッピーに人生を送れますように。シンプイプイ。やー。お扱いになっちゃったよ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみファイト一発、はい、頑張るグータッチ。